はい、働きすぎですよ。いや、そんなかなっていう。はい。逆にその作業的なことで考えるとさ、で俺一回停車しようかなって、でそれで本番に向けて近いだけだから、その方が安全だから。東京さん、
さん、旦那さので順番にですね、立ち位置が決まっていまして、あの名前が呼ばれた人から順々に並んでいるというところなんですよね。そして報道陣もたくさん来ていたし、応援させているのではないかなと思います。
します。こんなんじゃ無理。あのぐらいです。Thank you.
ちょっと待ってください。
はい、じゃあ全体取りますんで、一番後ろの列の方は前の方の間にお顔を出してください。よろしいですか？はい、こちらお願いします。分かってる、分かってる。この辺りにも目線をください。総理がいよいよ当会場にご到着をいただきました。皆様方のご歓迎をいただいて、
なかなか歩みが思うように進まれません。皆さんおはようございます。総理ご到着をいただきました。これより平成28年安倍晋三主催の桜を見る会61回を開会させていただきます。この会は総理大臣が各界のご功績ご功労のあった皆様をお招きをし、親しくご懇談をいただく会であります。それではまず安倍晋三総理大臣からご挨拶をいただきます。皆様おはようございます。安倍晋三でございます。ただいま司会の松本さんからご紹介ございましたように、今回が第61回目の桜を見る会となりました。私にとっては5回目の会となったわけでございますが、今まで桜の花がほとんどなくて、桜の木を見る会ではないかというふうに言われたこともございましたが、今日はこの日はおそらくソメイヨシノと八重桜の羽坂駅で今回も桜の木を見る会になってしまうのではないのかなと心配をしておりましたが、ソメイヨシノもですね、最後ちょっと一部ぐらいまだ粘っておりまして、そして八重桜は大体7分咲きぐらいになっておりまして、両方の桜を見るということができるのは今までめったになかったのではないのかなと思います。私もこの今日の日まで頑張るソメイヨシノのような粘り腰でこれからも頑張っていきたいと思いますし、同時にまだ6分咲きの八重桜の思いで頑張っていきたいとこんなように思っております。実は昨日インドネシアにも円熟というですね、日本のことが大好きなインドネシア人の大学生高校生のグループがいまして、日本語で演劇をやっている若者たちがいます。カイティさんという日本人の指導者の下でインドネシアで発足をしたんですが、この皆さんが2011年の3月11日東日本大震災で大変な被害に遭って苦しむ日本の姿を見て、日本を応援しようという思いで桜よという歌を作って日本に送ってくれました。この皆さんが昨日官邸に来られまして、この桜よを歌ってくれたんです。このフレーズにこういう歌詞があります。桜よ咲き誇れ、日本の真ん中で咲き誇れ、日本よ咲き誇れ、世界の真ん中で咲き誇れ。私が第二次政権発足して一番最初のこの桜を見る会でもご紹介をさせていただきましたが、今年は東日本大震災から5年を迎えたわけであります。だんだん風化するのではないか、そんな不安の中で被災地の皆さんは今一生懸命頑張っています。昨日この歌声を改めて聞きました。しっかりとこうしたアジアの友人たちの期待に応えて、2020年の東京オリンピック・パラリンピックではしっかりとあの大震災から復興した、立派に復興して元気になった日本の姿を世界に発信したいな、そんな思いを新たにしたところでございます。今日は本当にたくさんの皆様にこうしてお集まりをいただきました。幸い今日はお天気をなんとか持ちそうでございます。今日一日皆様と共に楽しく過ごさせていただき、そして後半国会まだ続くわけでありますが、気を引き締めて乗り切っていきたい。そして予算も成立をいたしました。この予算を一日も早く全国津々浦々にお届けすることも私たちの仕事なんだろうと、このように思います。今日の桜のように日本中の桜に花が咲く、日本に花が咲き誇る、そういう日本を作っていくために皆さんと共に頑張っていきたいと思います。皆様のこれからますますのご健勝を記念いたしまして、私のご挨拶をさせていただきたいと思います。本日はご視聴いただきまして誠にありがとうございました。
総理から皆様への挨拶でありました。続いて乾杯に移ります。どうぞ近くのと立っていただきましょう。女性が輝く日本を作るんですから。皆さん、とりあえずカメラ目線でお願いをいたします。それでは用意ができました。まず総理のご発声をいただいて、その後女性が輝く頑張る社会を作る、そういう思いを込めて昭恵夫人からも乾杯の音頭を取っていただきたいと思っております。それではまず総理お願いをいたします。今急に松本文明副大臣から私と家内両方が乾杯をしようと、こうやって驚いておりますが、まあそれであればですね、先にうちの妻の方が、乾杯を先させていただいてます。その後私がやりたいと、安倍家の実態をここでさらさせていただきたいと思いますので、では妻からじゃあ先に。今日は皆様、朝早くからお忙しい中お集まりをいただきましてありがとうございました。これからも主人を私は支えていきたいと思いますので、皆様方にどうか応援をしていただきますようによろしくお願いを申し上げます。それでは最初に乾杯をしたいと思います。皆様方の今後のご健勝ご多幸を記念いたしまして乾杯。乾杯。それでは次に私が乾杯させて、いただきたいと思います。今年の4月もおかげさまで3年連続のベアとなりました。ベースアップとなりました。いろんな議論があるわけでありますが、もうベースアップという言葉を忘れかけていたわけでありますが、3年連続達成した。そしてまた大企業よりも中小企業の方が賃上げ率が高かった。いいところを見るのがですね、大切なんですね。よく野党から安倍さんはいい数字しか言わない、悪い方ばっかし見てたら本当に悪くなってしまうんです。やっぱし、今日もソメイヨシノ残っててよかったな、こういう気持ちが大切で、これしか残っていないと考えないことが大切なんですね。そうは思わないことが日本を良くしていくわけであります。今年よりも来年がもっと良くなる、そういう思いを込めて杯をあげたいと思います。今日は隣に有党公明党の山口代表も立っていただいております。これからも自公連立政権でしっかりと日本を良くしていく、このことを心に誓いながら皆さんと共に日本の繁栄、そして皆様のご健康を祈念して杯をあげたいと思います。乾杯。ありがとうございました。それでは安倍総理はこの後皆様方と親しくご懇談のために散策を始められます。どうぞお気軽に総理、昭恵夫人、各閣僚の皆様にお声かけをいただければありがたいと思います。どうもありがとうございました。
Thank you.
はい、どうも。どうすか。あ、どうすか、今日は。あ、カメラ前撮る。どうも。じゃあお願いします。どうぞ、はい、奥間公園内、はい、大阪から参りました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、大阪帰りますよ、ね、今度は。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、どうぞ。下がりましょう。危ないんで、すいません、こちらです。
か。
総理がいよいよ当会場にご到着をいただきました。皆様方のご歓迎をいただいて、なかなか歩みが思うように進まれません。皆さんおはようございます。総理ご到着をいただきました。これより平成28年安倍晋三主催の桜を見る会61回を開会させていただきます。これ安倍晋三総理大臣からご挨拶をいただきます。皆様おはようございます。安倍晋三でございます。ただいま司会の松本さんからご紹介ございましたように、今回が第61回目の桜を見る会となりました。私にとっては5回目の会となったわけでございますが、今まで桜の花がほとんどなくて、桜の木を見る会ではないかというふうに言われたこともございましたが、今日はこの日はおそらくソメイヨシノと八重桜の羽坂駅で今回も桜の木を見る会になってしまうのではないのかなと心配をしておりましたが、ソメイヨシノもですね、最後ちょっと一部ぐらいまだ粘っておりまして、そして八重桜はだいたい7分咲きぐらいになっておりまして、両方の桜を見るということができるのは今までめったになかったのではないのかなと思います。私もこの今日の日まで頑張るソメイヨシノのような粘り腰でこれからも頑張っていきたいと思いますし、同時にまだ六分咲きの八重桜の思いで頑張っていきたいとこんなように思っております。実は昨日インドネシアにも円塾というですね、日本のことが大好きなインドネシア人の大学生、高校生のグループがいまして、日本語で演劇をやっている若者たちがいます。カイティさんという日本人の指導者の下でインドネシアで発足をしたんですが、この皆さんが2011年の3月11日東日本大震災で大変な被害に遭って苦しむ日本の姿を見て、日本を応援しようという思いで桜よという歌を作って日本に送ってくれました。この皆さんが昨日官邸に来られまして、この桜よを歌ってくれたんです。このフレーズにこういう歌詞があります。桜よ咲き誇れ、日本の真ん中で咲き誇れ、日本よ咲き誇れ、世界の真ん中で咲き誇れ。私は第二次政権発足して一番最初のこの桜を見る会でもご紹介をさせていただきましたが、今年は東日本大震災から5年を迎えたわけであります。だんだん風化するのではないか、そんな不安の中で被災地の皆さんは今一生懸命頑張っています。昨日この歌を歌声を改めて聞きました。しっかりとこうしたアジアの友人たちの期待に応えて、2020年の東京オリンピック・パラリンピックではしっかりとあの大震災から復興した、立派に復興して元気になった日本の姿を世界に発信したいな、そんな思いを新たにしたところでございます。今日は本当にたくさんの皆様にこうしてお集まりをいただきました。幸い今日はお天気をなんとか持ちそうでございます。今日一日皆様と共に楽しく過ごさせていただき、そして後半国会まだ続くわけでありますが、気を引き締めて乗り切っていきたい。そして、予算も、成立をいたしました。この予算を一日も早く全国津々浦々にお届けすることも私たちの仕事なんだろうと、このように思います。今日の桜のように日本中の桜に花が咲く、日本に花が咲き誇る、そういう日本を作っていくために皆さんと共に頑張っていきたいと思います。皆様のこれからますますのご健勝を記念いたしまして、私のご挨拶をさせていただきたいと思います。本日はご視聴いただきまして誠にありがとうございました。総理から皆様への
挨拶でありました。続いて乾杯に移ります。どうぞ近くのお飲み物をお手にしていただきますようにお願いを申し上げます。ちょっと混み合ってて難しいかもしれません。後ろの方に皆さんのそばにはあるんですが、昭恵夫人、昭恵夫人、総理の隣にちょっと立っていただきましょう。女性が輝く日本を作るんですから。皆さんとりあえずカメラ目線でお願いをいたします。それでは用意ができました、まず総理のご発声をいただいて、その後女性が輝く頑張る社会を作る、そういう思いを込めて昭恵夫人からも乾杯の音頭を取っていただきたいこう思っております。それではまず総理お願いをいたします。今急に、松本宮城副大臣から私とかなり両方が乾杯をしようと、こうやって驚いておりますが、それであればですね、先にうちの妻の方が、乾杯を先いただきます。その後私が早いかいと、安倍家の実態をお伝えさせていただきたいと思いますので、では妻からじゃあ先に。皆様、朝早くからお忙しい中お集まりをいただきましてありがとうございました。これからも主人を私は支えていきたいと思いますので、皆様方にどうか応援をしていただきますようによろしくお願いを申し上げます。それでは最初に乾杯をしたいと思います。皆様方の今後のご健勝をご多幸を祈念いたしまして乾杯。乾杯。それでは次に私が乾杯させていただきたいと思います。今年の4月もおかげさまで3年連続のベアとなりました。ベースアップとなりました。いろんな理論があるわけでありますが、もうベースアップという言葉を忘れかけていたわけでありますが、3年連続達成した。そしてまた大企業よりも中小企業の方が賃上げ率が高かった。いいところを見るのがですね、大切なんですね。よく野党から安倍さんはいい数字しか言わない、悪い方ばっかし見てたら本当に悪くなってしまうんです。やっぱし、今日もソメイヨシノ残っててよかったな、こういう気持ちが大切で、これしか残っていないとお考えないことが大切なんですね。そうは思わないことが日本を良くしていくわけであります。今年よりも来年がもっと良くなる、そういう思いを込めて杯をあげたいと思います。今日は隣に有党公明党の山口代表も立っていただいております。これからも自公連立政権でしっかりと日本を良くしていく、このことを心に誓いながら皆さんと共に日本の繁栄、そして皆様のご健康を祈念して杯をあげたいと思います。乾杯。どうぞお気軽に総理、昭恵夫人、各閣僚の皆様にお声かけをいただければありがたいと思います。どうもありがとうございました。
はい、よく見今日は皆さんよく来ていただきました。Thank you.
Thank you.
あちらの方まで回らないから捕まえる。最後まで見ていただきまして本当にありがとうございます。これを機にぜひともテレ東ニュースのチャンネル登録をお願いします。こちらの画像をクリックしますとテレビ東京の経済ニュースをもっとチェックできるんですよ。よろしくお願いいたします。